どうすりゃいい。引き抜いて。ダメだ、死んじまうぞ。お願い。知らねえからな。どうなってる？なんで傷が治っちまったんだよ。いろいろあってね。あんたの血でワクチンが作れんじゃねえのか。作ろうとした。散々調べられたもん。どうした？データがない。データって何の？あなたのデータよ。血液の成分や遺伝子やワクチンを作るためのデータ全部。違う。5000万ドルもらうためのデータ全部だ。ほら行くぞ。スーパーガール探すしかねえだろ。あなたに関する情報をデータチップに入れてあるの。見つけないと。はあ、この吹雪の中で金の分こき使う気だな。ありがとう。それじゃあデータチップを見つけ次第あそこに避難しましょう。探してるデータってのは俺に関するもんだろ。墜落の時に散らばったチップ3つあるの。それぞれのありかはレーダーで分かってるわ。オーケー、さっさと見つけようぜ。でもって熱々のコーヒーでも飲もう。ジュアボの慣れの果てよ、サナギみたいなもの。そしてひかす化け物に生まれ変わる。Yeah.
と2つ。早くしないと凍え死にそう。データも揃った。行きましょう。
呼びに行くわ。合流地点は遠くないから。こらこらこら待て。で、生まれつきなんか、その不死身の体は。父は研究者で、ある日 BOW の一部が体内に入ったの。そばにいた私はワクチンを打って助かった。でもそのウイルスが形を変えて、それ以来ずっと体内にいる。親父さんはどうなった？死んじゃったわ。最後にはもう見る影もないくらいに体を変異させてね。悪かったな、思い出したくなかったろ。大丈夫、おかげで大切なものを手に入れたから。ああそうだよな、スーパーパワーが。そうじゃなくて、私を助けてくれたレオンとクレアはかけがえのない友達になったの。クレアってのはさっきの男の妹なのか？ラクーンシティで命を懸けて助けてくれた。私はまだ全然ダメだけど、あんな風になりたいの。どんな悪い状況でも絶対に諦めない。悪い状況になったぞ。この寒空にお客さんだ。入れてやるわけにはいかねえが。
大丈夫。俺は戦車並みに丈夫だよ。じゃあ平気ね。行きましょう。